駅舎後駅高内屋と大隅高山駅は、鹿児島県肝付郡高山町前田に、かつて設置されていた日本国有鉄道大隅線の駅である。大隅線の廃止に伴い、1987年3月14日に廃駅となった。地元の私鉄である大隅鉄道により、鹿野屋方面から延長されて1920年12月23日に終着駅として開業した。 当初は7 6 2トル期間の軽便鉄道であった。1921年8月11日にさらに、串良駅まで延長されて、中間駅となった。大隅鉄道は、1935年6月1日に、鉄道省により買収され国鉄古江線となった。また、1936年10月23日には、 古ルコ線を解消して古行性線とした。大隅鉄道から引き継いだ駅舎は腐食などの問題が多かったことから、この年に国鉄外駅舎と貨物和屋を新築した。さらに翌年には駅長間舎を完成させた。その後、国鉄標準の 1067mm 機関への改め機工事が進められ、1938年10月10日に完成し、 古行島線と古行西線を合わせて古行線とした。京弁鉄道規格で建設されたために有効長が短かった停車場を延長する工事は第二次世界大戦中から戦後間もなくにかけて順次実施された。また、営林局や豚の枝肉工場などの専用線が開設されて貨物の取り扱いが行われていた。 例として1960年の貨物発送量は14,229トン、到着量は9,228トンで、発送はパルプ、木炭、タバコなど、到着は肥料、セメント、小麦粉などの物品であった。また、1963年に隣接する内野浦町に内野浦宇宙空間観測所が開設され、ロケットの打ち上げが行われるようになると、 ロケット関連機材を大隅鉱山駅まで鉄道で輸送するようになったことが特筆される。この年から大隅鉱山駅の到着貨物にはロケット機械という品目が出ている。1965年2月から駅舎の改築が行われ、鉄筋コンクリート平屋建て215平方メートルの三代目駅舎が完成した。当時としてはこの地区ではまだ珍しかった。 水薦便所を備えていた。また、1969年までかけて、順次、駅前広場と駅前通りの拡張工事を実施している。しかし1971年になると、この駅での貨物営業は廃止された。これに伴い、ロケット機材の取り扱いは、渋谷駅へ移転している。その後、国部まで路線が全通したことに伴い路線名が、フル高線から、 大隅線に解消された。だが、大隅線自体の利用は振るわず、1987年3月14日に全線が廃止されて、当駅も廃駅となった。日本国有鉄道大隅線下おば駅大隅、鉱山駅論地駅駅舎が残されており、高山鉄道記念公園となっている。かつて線路が敷かれていたあたりは、自動遊園となっており、腕木式信号機や、 点鉄って,てこなどが残っている。ありがとうございます。